はい、こんにちは。まえちゃんねるまえはるです。今日はこちらですね。うん、手裏剣戦隊ニンニンジャーの食玩、ソフビヒーローです。はい、いよいよ、手裏剣戦隊ニンニンジャーが間もなく始まりますけれども、うん、ソフビヒーローが、出てたので買ってきました。食玩ですね、これね。うん、食玩だよね。そうだね、ラムネが1個入ってるみたいです。うん、赤忍者、青忍者、黄忍者、白忍者、桃忍者、全部買ってきましたね。うん、はい。はい、箱はこのようになってまして、で箱の横側にね、これ書いてあるね、ほぼ原寸大ってこういうのが入ってるみたいだね。では早速赤忍者から開けていくよ。うん、いいですかパパ開けて。いいよ。はい、では開けます。はい、よいしょ。おお、はい、ラムネはいつものやつですね。うん、そしてこれが赤忍者。赤忍者だね。おお、思ったよりすごい。あ、いいじゃん。これ手動くのかな。うん、あ、動く動く。あ、腰動いた。上、はい、やっぱ腰動いた。頭は、頭は固定だ。うん、で両手と腰だけだね。うん、なるほど。ちょっとここすごい肩とかも多いんじゃない。ね、この辺編み編みになってるね。忍者っぽいやつ。そうだね。今回のこの顔の部分ってさ、かっこいいよね。うん、手裏剣みたいな。あ、そうだね、手裏剣っぽくなってるんだけど、特急じゃね、こう思いっきり線路だったからね。うん、まああれはあれで良かったんだけど、うん、今回のすごいいいな。うん、ではお次こちらの青忍者開けていくよ。うん、よいしょ。青忍者。ああ、いいね。いいね。すごい発色がいいよ、青が。そうだね。でまた顔の部分が手裏剣っぽい形になってますね。うん、今度は違う。ちょっと尖った手裏剣だね。尖った手裏剣。あ、ちょっと見てこれ、ほら。ん？お尻食い込んじゃってる。どうして？お尻パンツ食い込んじゃってるよ。はい、では次、キ忍者開けますよ。うん、今回は黄色は男の人なんだよね。うん、キ忍者。今まで気づかなかったけど、これバックルちゃんと金なんだね。金。あ、本当だ。金だ。ね、金だね。顔の部分が形の違う手裏剣になってるね。うん、今回ちょっと角張ったやつだね。うん、はい、では白忍者いきますね。うん、今回白なんだよね。グリーンがいないね。あ、そうだね、緑がないよ。白忍者。あ、白忍者ここにピンク入ってんだ。あ、ピンクのライン。うん、またあれだね、手裏剣っぽい顔。うんうん、で女性陣はここはスカートになってるね。あ、本当だ、やっぱり。うん、そうだね。これは多分桃忍者の方が分かると思うんだけど、タイツみたいな感じになってるね。これ止まった、線が入ってるんだけどさ。うん、はい、では最後に桃忍者開きますね。うん、これピンクじゃないんだよね、桃だよね。桃忍者。ああ、桃忍者はこの手裏剣の形がなんか女の子っぽい、え、柔らかい感じ。あ、こっちの白忍者よりかはちょっと柔らかい感じだね。ほんとだ。うん、でさっき言ったのがここで、ちょっとタイツっぽい白髪になってるね、これが。はい、ということで5体開けてみました。なかなかいいね、こうやって並んでるとやっぱね、戦隊ものは色がカラフルだからいいよね。うん、で、恐竜ジャーはブレイブっていうなんかあれがあったじゃん。うん、で特急ジャーはイマジネーション。そう、イマジネーション。じゃあこれ忍忍者って何なんだろうね。うん、なんかさ、妖怪が相手じゃん。うん、だからさ、あの妖怪ウォッチとかとね、絶対コラボしてくると思うんだ。うん、そうした時にさ、やっぱりさ、あれなんじゃないの、勇ましなんじゃないの。うん、俺の勇まし見せてやるぜ。ごめん。じゃあちょっとせっかくだからさ、ここにロボにはいるから、ちょっとなんかやってみようか。うん、現れたな妖怪。私は妖怪でも未来から来たロボニャンだ。お前たちね、俺は倒せんぞ。みんな大丈夫か。ん、お前は誰だ。赤忍者だ。赤忍者は知らないな。ロケットパンチ、ピシュポーン。どうだ、手裏剣戦隊忍者も弱いもんだな。ふっふっ、おぉ、大事な、この大事な、フィッシュ、ダメだ、これがないと倒れちゃう。これが、すまなかった、許してくれ。妖怪はあんまり地味ないでくれ。いい妖怪もいるんだよ。さっきはすまなかった、許してくれ、忍者。ぜひ妖怪ウォッチとコラボしよう。あ、
握手した？うん、握手？おお、妖怪ウォッチャー忍者ぜひコラボしてほしいね。うん、したらまたすっごいいっぱい商品出てさ、うん、大変だわ。妖怪ウォッチャー終点とか多分出るだろうね。出るわ、うん、てか両方ともバンダイさんだからさ、うん、やりかねないよ。忍者メダルとか出ちゃうかもな。出ちゃうよ。さすがに妖怪メダルは妖怪だからな。ちょっと今並べてみてびっくりしたんだけどさ、桃と白はさ、うん、背がちっちゃいね。え、あ、本当だ。ねえ、女性だからやっぱちっちゃいんだね。そうだね。うん、気づかなかった、うん、なかなかかっこいいね。うん、はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーのソフビヒーローでした。